薬剤師は患者さんを守る最後の砦だから。この春、知られざる病院薬剤師の世界を舞台にした全く新しい医療ドラマが誕生する。薬剤師も患者さんの命を救うことあるんですね。救ったのは医者だ。私たちは患者さんに正しい薬を渡すことができればそれでよし。向いてなかったらやめようと思ってますけど。そんなこと患者に関係ないだろ。そもそも葵は一人一人の患者さんに関わりすぎ。薬剤師は目の前の仕事をさばいてさばいてさばききってなんぼだから。奈緒ちゃん、きちんとインスリン打ってれば普通の生活に戻れるのに。私たちの気持ちなんて分かんない。奈緒ちゃんたちの気持ち全然分かってなかったです。全ての患者の当たり前の毎日を取り戻すため彼女たちは向き合う。青井みどりは患者のためになるなら医師に対しても提案をする薬剤師です。この薬とちゃんと向き合ってほしいの。アンサングシンデレラ、4月9日木曜夜10時スタート。